い花咲舞が黙ってないトレンドに逆行する安定志向が好評評判にはない山本浩二、上川隆の協力フォロー。今田美桜、27、主演の連続ドラマ、花咲舞が黙ってない日本テレビ系土曜夜9時の第7話が5月25日に放送される。他のドラマが軒並み視聴率の数字を落とすなら、世帯平均が石原さとみ、37、主演。 デスティニーテレビ朝日系と並んで7%台を維持個人も4.5%を維持しているビデオリサーチ調べ関東地区同ドラマは池江戸淳氏の小説が原作で1415年に暗図38主演で放送し大ヒット今回はドラマと同名の新作小説が原作で東京第一銀行の臨転班で働く花咲舞い今だが 訪問先の視点で毎回巻き起こる、事件や不祥事を解決していくエンターテインメント。好調の一方で、未だに暗ズの舞シリーズと比較する声も多いが、5月18日放送の第6話は、神保町視点での臨転を終えた舞と相馬県、山本工事47は、舞の王子、花咲県、上川隆屋59と共に寿司屋へ。そこで常連客、谷原道夫、 宮崎美子65から5年前に亡くなった娘谷原直子ホッ堀田茜31の銀行口座内で娘の死後何千万円ものお金が動いていたと相談を受ける直子の口座は産業中央銀行のものだったため銀行側からは調査できないそこで舞たちは直子が亡くなる直前まで働いていたヘブン製薬を調査するそこは もやもや病という脳の病気の新薬を開発する会社だったが、5年前に出資会社に裏切られ、新薬の開発を成し遂げられないまま倒産しており、という展開。また、前が自宅近くの橋の上で、酔っ払っている小選楼霊子、菊池凛子、43、と出会い、解放するエピソードも。X、旧ツイッター、上の反響は、舞小仙楼、 W 圏でそれぞれ信仰を深めているのがとても良かった、序盤で明らかなヒール役だと思われた菊池凛子が、物語が進むにつれ、徐々に人柄が見え打ち解けていく展開いいな、などと好評だ。